はいえー、知られざる歴史上の重要人物、安井虎太の生涯を紹介する動画の続編です。はいえー、明治38年、えー、彼は、えー、大阪・神戸間に阪神電気鉄道を開業いたしました。 最初の営業区間は神戸の雲井通りから大阪の出入り橋というところまでした阪神電鉄といいますと現在は3年目に駅があり大阪の梅田にも駅がありますただ当時は明治7年に開業しておりました寛永鉄道 今の JR と完全に並走することから国から待ったがかかりまして梅田などの繁華街にまで乗り入れることを国から許可がもらえなかったらしく大阪は西梅田までというふうに営業区間が定められたそうです。 はい、当然、国の許可を得て阪神電気鉄道は営業を開始するわけですがその許可なんですが阪神電鉄は施設鉄道法ではなく軌道条例に依拠して開業しました。つまり、 併用軌道として申請。この併用軌道というのは路面電車ということです。路面電車として営業許可をもらったということになります。しかし、実情は神戸市内の一部の軌道、これは現在の阪神電鉄の三影駅の周辺だそうですが、一部の軌道のみ併用軌道、つまり路面電車の扱いとしまして、 他の全線は専用軌道つまり普通の鉄道の企画で営業会議をしたということですこれはなぜこのようなことになったのかと言いますと先ほども言った通り寛永鉄道と全く並走するわけですから同じような大型の えー、企画の、えー、鉄道の営業の、えー、許可をするわけにいかないというふうに国から、えー、待ったがかかりまして、えー、路面電車という形で、えー、営業の許可をもらったということだそうですただ、えー、国も近代化を進める中で、えー、鉄道網の普及というのは、えー 重要であるというふうに認識してましたのでこのような一部の目こぼしがあったということですので一部,の一部は路面電車でも他は普通の大型電車ということで実際は開業できたということですそれでは実際に当時の阪神電鉄 でどのような車両が走ったのか次の動画でご紹介したいと思います。